ペトラクビトバは、チェコビーロ別出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス27勝を挙げている。身長182センチメートル、体重70キログラム、左利き。バックハンドストロークは、両手打ち。自己最高ランキングは、シングルス2位、ダブルス196位。ウィンブルドン選手権、優勝2回。 2011年 WTA ツアー選手権優勝。マドリードオープン優勝3回。首飛ばは3歳から、父親の手ほどきでテニスを始め、2006年にプロ転校。2008年全仏オープンで4大,大大会に初出場。1回戦で森上明子6から4、6から2で破り、3回戦では第12シードのアグネシュサバイに7から6、4から6。 6から3で勝利して4回戦まで進出している。8月の北京五輪では、ルーシー・サファロバと組んで、ダブルスに出場。1回戦で、オーストラリア代表のサマンサス・トーサーレネス・スタブス組に1から6、0から6で完敗している。1月のモーリラ・ホバート国際で、仲のいいチェコの先輩のイベタ・ベネソバを決勝で7から5、6から1で破り、 ツアー初優勝を果たす。全米オープンでは3回戦で、第1シードの D ならサフィナを6から4、2から6、7から6で破るバ番狂わせを起こした。4回戦で、ヤニナ・ウィックマイヤーに6から4、4から6、5から7で逆転負けをしてベスト8進出は、ならなかった。ウィックマイヤーとは10月のジェネラー・イレディー・スリンツでも、決勝で対戦し、 3から6、4から6で敗れている。ウィンブルドンで2回戦で、定期押し、3回戦で、ビクトリア・アザレンカ、4回戦で、キャロライン・オズニアッキと、シード選手を破り4大体開発のベスト8に、進出する。準々決勝では、カイア・カネピニに4から6、7から6、8から6で競り勝ち、ノーシードからベスト4進出の快挙となった。準決勝ではで、 第一シードのセリーナ・ウィリアムズに6から7、2から6で敗れ、決勝進出はならなかった。クビトバは2010年度の年間、最優秀新人賞を受賞している。2011年ウィンブルドン選手権、優勝開幕戦のブリスベン国際の決勝で、アンドレア・ペトコビッチを6-1、6-3で破りツアー2勝目を挙げる。全豪オープンでは三回戦で、サマンサス・トーサー。 4回戦でフラビア・ペンネッタを破り、ベスト8に進出する。準々決勝では、ベラ・ズボナレはニ26、46で破れた。2月の GDF スウェズオープンでは、キムクライシュテルスを64、63で破り3勝目。5月のマドリードマスターズでは、ビクトリア・アザレンカを76、64で勝利し4勝目を挙げるとともに、初めてのトップ10入りを果たした。 全仏オープンでは4回戦で優勝したリダに6から2、1から6、3から6で敗れたが、ウィンブルドンでは決勝でロシアのマリア・シャラポワを6から3、6から4で破り初優勝。左利きの選手の女子シングルス優勝はアンヘイドン・ジョーンズ、マルチナナ・ブラチロワに次ぐ3人目の快挙であった。全米オープンでは1回戦で敗退したが、10月の リンツ大会では、決勝で、ドミニカ・チブルコバを6-4、6-1で破りツアー6勝目を挙げた。最終戦の WTA ツアー選手権でも、決勝で、ビクトリア・アザレンカに7 5 4-6、6-3で勝利して、初出場で優勝した。年間最終ランキングでは、自己最高の2位を記録した。フェドカップ決勝にも出場し、ロシアのマリア・キリレンコを6-2、6-2、 スベトラーナクズネッツォアを46、62、63で破り、チェコを23年ぶりの優勝に導いた。全豪オープンでは、ベスト4に進出し、準決勝で、マリア・シャラポワに6 63、46で破れた。全仏オープンでも準決勝で、シャラポワに36、36で破れた。連覇を目指したウィンブルドンでは、準々決勝で、セリーナ・ウィリアムズに36、 46で敗退した。2度目の五輪出場となった7月のロンドン五輪では、準々決勝で、マリアキリレンコに67、36で敗れた。ロジャーズカップの決勝で、リダーを75、26、63で破り2012年発のタイトルを獲得し、ツアー8勝目を挙げた。最終戦の WTA ツアー選手権は、ウイルス性疾患のため危険したがセルビアとの、 フェドカップ決勝には出場し、チェコの2連覇に貢献した。2015年2014年は、ウィンブルドンで3年ぶりに、決勝進出、決勝で、ウージニー・ブシャールに勝利し2回目の優勝を果たした。2015年は、ツアー3勝を挙げた。WTA ファイナルズでは決勝まで進んだが、アグニエシュからドアンスカに敗れ準優勝だった。2016年、 オリンピックでは準決勝で、モニカ・プイグに敗れた者、マディソン・キーズを7から5、2から6、6から2で下し銅メダルを獲得した。その後武漢オープンで優勝した。さらに主会オープンでも優勝し、WTA エリートトロフィーを制覇した。強盗に襲われ、重傷を負う12月20日、自宅で不法侵入した強盗に襲撃され、利き手の左手に重傷を負った。 損傷した左手の神経を修復する手術を受け、復帰まで約6ヶ月かかる見込みであるとされた。2017年全仏オープンで復帰し、フィリップ・シャトリエのオープニングマッチでジュリア・ボズラップに勝利し、復帰初戦を白星で飾るが2回戦で敗退した。その後、バーミンガムクラシックで優勝し、復活を印象付けた。ウィンブルドンでは2回戦で敗退するが、 全米オープンでは準々決勝まで進出した。年間最終ランキングは29位で、6年ぶりに20位以下になった。2018年は、全豪オープンは1回戦で敗退したものの、サンクトペテルブルクオープンとカタールオープンで優勝し、トップ10に復帰した。その後プラハオープンとバーミンガムクラシックでも優勝、そしてマドリードオープンでは、 大会史上初となる三度目の制覇を果たし、年間最終ランキングを7位とした。2019年はまず年始のシドニー国際で優勝した。全豪オープンでは一セットも落とすことなく、自身初の決勝進出を果たしたが、決勝で大阪直美に敗れて、準優勝に終わった。しかし、これによって、自身最高体の2位に浮上した。ドバイテニス選手権も、 準優勝。ポルシェテニスグランプリではシーズン2勝目を挙げた。レースランキングでは首位に立つように成績を残していたが、全仏オープンは左腕の故障で欠場。ウィンブルドン選手権で復帰し、4回戦まで進んだ。WTA ファイナルズでは3連敗に終わり、最終順位は7位。サーブのスピードが速く、またレフティーを生かしたスライスサーブは、 特にアドバンテージサイドで威力を発揮する。アドサイドで相手のバック側にスライスサーブを入れて次のボールをダウンザラインに決めていくパターンを得意にしている。ストロークはタイミングが独特なのが特徴。フォアハンドを早いタイミングで打つことがダウンザラインのウィナー量産につながっている。またバックハンドには威力がある。リターンではコンパクトな動作を取ることで サーブの速度に関係なく攻めていく。引き出しが多く、ボレーはコースが読みづらく、スライスは低く滑らせることができる。弱点として、アグレッシブなプレイスタイルのために、アンフォーストエラーが多い傾向にある。また、集中力が持続しないことも問題だと自覚している。以前は大柄な体格のため俊敏性に欠けていると、されたが、近年は大幅に改善した。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2013年全英2回戦の不戦勝は、通算成績に含まない。ありがとうございます。